板橋宿、板橋宿は、日本の近世にあたる江戸時代に整備され、栄えていた宿場町。中仙道69時のうち江戸、日本橋から数えて一番目の宿場、武蔵国のうち、第一の宿。同時に、川越街道、川越、小玉王館の起点でもある。所在地は、江戸期には、東海道武蔵国豊島郡板橋号下板橋村。現在の住所では、 東京都板橋区本町及び中宿、板橋一丁目、三丁目にあたる。江戸時代には、武蔵区に島郡下板橋村の一部で、東海道の品川宿、甲州街道の内東新宿、欧州街道、日光街道の千住宿と並び、江戸四宿の一つとして栄えた。江戸の境界にあたり、江戸後期には、 城宿の入り口にある大木戸より内側をもって、江戸も府内、守備木、すなわち、江戸として扱われていた。板橋塾はそれぞれに、名主が置かれた三つの宿場の総称であり、上方川、京川、北の方から、上塾、上宿。現在の本町、中塾、中彦宿、中から塾、中宿とも。現在の中塾、平尾塾、平尾彦宿、下宿。 下北宿とも称、現在の板橋があった。城宿と中宿の境目は、地名の由来となった板橋が架かる石神井川であり、中宿と平尾宿の境目は見、明寺付近にあった。道中奉行による、天保十二の十五年、1841から1844年の調べ、中仙道宿村大外町によると、宿王館の長さは二十町九軒。 約2 2トルうち、町並み地は、長さ15兆49件、約1 7トルであり、南北に広がる。宿内人口は2448人、うち、男153人、女1395人、宿内や数は573件であった。うち、本人は、中宿に1件、脇本人は各宿に1件ずつ、計3件が設けられ、旗子は、 総計五十四件であった。板橋塾の中心的存在であった中塾には、問屋場、神名改め所、馬、次場、番屋、地震番の詰め所があった。また、城宿には、基地宿、少年宿や、幕露宿が立ち並んでいた。江戸時代には、日本橋が各主要街道の形式上の起点ではあったが、実際の旅の起点、終点としては、 江戸四宿と呼ばれる品川宿、千住宿、内藤新宿、そして板橋宿が機能していた。これらの宿場には茶屋や主郎は、もちろん、いい森畑子、飯盛りから畑子も多くあり、旅人のみならず見送り人やいい森女、宿場女郎目当ての客なども取り込んで大層な賑わいを見せた。規模は、同じ店舗十五年頃の宿内人口と屋数を比較して大きい方から、 千住塾、9556人、2370件。品川塾、7000人、1600件。内藤新塾、2377人、698件よ。板橋塾、2448人、573件。と、板橋塾は四宿の中では最下位ながら、その繁栄ぶりは、中山道中有数であった。なお、 板橋塾は150人ものいい森置くことが認められており、日本橋寄りの平尾塾にはいい森畑子が軒を連ねていた。幕末の母親戦争の際、中仙道から江戸攻撃に進軍中であった官軍は天章院からの書状によりここで停止した。宿場町として終焉を迎えたのは明治時代。その頃になると中仙道の重要性の低減につれて徐々に 寂れてゆき、板橋遊郭へと変貌していった。遊郭としての賑わいは、昭和中期の太平洋戦争中まで続いた。遊郭として使われていた、新道路の玄関部分は現在、保存されている。板橋塾は、第一に、中仙道の宿場であるが、脇王館として、江戸川から分岐する川越街道、川越、小玉王館が、平尾塾を起点としており、 平尾大分けと呼ばれていた。また、日本橋から二里、約7 9トルの平尾塾には、道中二つ目の一里塚、平尾の一里塚があったが、今は何も残されていない。板橋は、中塾付近の石寺井川に架けられ、地名、板橋の由来とされる橋である。その名は、吉津劇等の文献の中で、平安時代の昔よりすでにあったものとして登場する。 古代から近代にかけてのものは、文字通りたばりの目標。江戸時代のものは、長さ9軒、約16.4メートル、幅3軒、約5.5メートルの緩やかな太鼓橋で、歌川広重の浮世絵や長谷川節丹の江戸名所図絵も描かれている。橋の形は、明治以降も変わらなかったが、昭和7年、1932年を境に以降は、コンクリート橋になっている。現在、 二つの川、二つの橋が連続して存在するように見えるが、これは南側に大きく V 字状に回り込んでいた川を昭和47年1972年の河川改修で直線化した結果である。北には約1 0メートル移動した石字川の橋と埋め立て公園化された元の川に架かる橋がある。コンクリート製ながら欄干に木目模様を施して雰囲気を演出している。 橋の傍らには、巨日本橋225丁33軒、日本橋から10キロメートル643メートルと記された標柱と案内板がある。現在は、板橋重慶の一つとされている参考。江戸初期以前の創建とされる、返常寺、返上寺は、江戸期にはその境内が、馬綱木場となっていた。ここで開かれる馬市は明治40年。 1907年、頃まで続いていた。完成十年、1798年、混流の場と、観音像が名残を止める。江戸期の天台宗であった寺は、廃仏希釈時代の明治四年、1871年に廃されたが、明治十四年、1881年、朝日不動明度と称して、成田山新坂江港の道場となり、昭和22二二年、 1947年新言集、地山派、成田山新勝寺末寺の寺院として最高。縁切り、えのき、縁切り引くえのきは、えのき第六天神のご神木である。街道の目印として植えられていた、樹齢数百年というえのの大木で、枝が街道を覆うように張っていたという。その下を嫁入り向入りの行列が通ると、必ず不縁となると信じられた。 不吉の名所であったがしかし、自らは離縁することも許されなかった、封建時代の女性にとっては頼るべきよすがであり、陰に火に信仰を集めた。木肌に触れたり、樹皮を茶や酒に混ぜて飲んだりすると、願いが叶えられる、信じられたのである。徳川家に降下する五十宮、磯宮、笹宮、笹宮、及び、和の宮、和の宮、親子内親王の一行は、 いずれもここを避けて通り、板橋本人に入ったという。和の宮の場合、文久元年、1861年4月、幕府の後部合体政策の一環として、将軍家持ちに腰入れすることとなり、関東下航路として中仙道を通過。盛大な行列の通過に賑わいを見せるのであるが、板橋本人、飯田屋に入る際は不吉とされる、縁切り絵の木を嫌い、 前もって不審されていた、浮かいろを使って通過したとのことである。なお、和宮のの一行がこもで木を包んで真下を通ったとの話があるが、浮かいろを作ってそちらを通ったことが資料で確認されている。現在の絵の木は三代目の若木で、場所も道路の反対側に移動しているが、この木に祈って男女の縁切りを願う信仰は生きている。第六天神であるが、 日本産、応援切り稲荷に数えられることもある。平尾の一律家から、上方、京川へ、板橋塾を経て一律進んだところに、日本橋から三里、約 11.8km、道中三つ目の一律塚である志村の一律家が建てられている。二期一体の塚が、今日でも、石垣時、絵の木をそのままにほぼ完全な形で保たれており、 最も保存状態の良い一律カートの一つとして知られている。この区間の中線道が国道化された昭和初期の整備の際に元の位置のまま三段積みの石垣で土の崩れを防ぐようになり石垣と国道との間の歩道が狭くなって石垣を回り込む別の歩道がある現在の姿となったこの辺りからは荒川右岸、荒川定地と武蔵野大地成増台の境をなす。 崖地型となり、およそ20メートルに及ぶ、高低差を急峻な坂道で下っていく。志村の一律化を後にしてさらに進むと、中山道で、最初の難所とされた急勾配である清水坂に入り、間もなくして、相模大山へ向かう富士大線道。明治期以降は、富士街道と、章との追い分けに差しかかりか。この坂道は左斜めに大きく湾曲していて、 中山道中で唯一右手に富士山を望める名所として知られ、右富士と呼ばれていた。江戸名所杖にもその記述が見える。また、清水坂の名はこの辺り一帯が湧き水に恵まれていることにちなんだものであるとされている。他にも古く戦国時代初期の頃には、志村城を拠点に勢力を張った、千葉信種、千葉沖守信種にちなみ、沖殿坂とも呼ばれ、後には、 地蔵村があったことにより、地蔵坂とも呼ばれていた。清水坂を過ぎ、旧、中仙道、国道17号と東京都道311号、環状8号線、環八通りが交差する現在の志村、坂下交差点近くには、当時建場が設けられていて、立場茶屋のほか、志村名主、王の東西門の屋敷も建っていたという、志村の立場。 茶屋は平時に休憩所として利用されたものであるが、屋敷の方は荒川の戸田の私が大水で川止めされた、際の控え場所として重要な施設であった。立場は役目を終えた後も長くその面影を止めていたが、都電志村線の開通、周辺の工業地帯化、住宅地化、関八通りの整備計画などにより、昭和30年、1955年頃に姿を消した。 江戸方から上方へ、おおよそ、道なりに記す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。